皆さんこんにちは、霊夢です。マリサだぜ。こう言ってん、ヨウムちゃんだよ。ヨウム、私たちも女だからな。今日のマリオメーカーは、モフさんのコースをお届けします。危険物取扱い注意。このコースですが、実はもう何日も挑戦を続けています。あんまりこういうことは言いたくないけど、この撮影を開始した時点で、すでに8時間プレイしています。で、そのまま編集作業に入っているので、かなりくたったです。なので、クリア動画だけまとめました。ごめんねごめんねー。このコースのタイトルの危険物っていうのは、もちろんボム兵さんのことです。今、空中バネじゃん失敗したのはスルーか？そんなのもはやどうでもいいくらい疲れ切っています。土管からいっぱいボム兵が降ってきて、バネでぴょんぴょんしてるよ。でも、ここでやられるようじゃこのコースはクリアできないんだぜ。ここまでは、90% 以上の確率で来られてたんだけどね。長いファイヤーバーを避けながら、右上の扉を目指していくよ。このバネを持っていくのは成功法ではないのですが、どうしても使わないと進めなかったのでお許しください。一番苦労したのがこの部屋です。実に、ここを突破するのに5時間かかりました。どう逃げても爆発に巻き込まれてやられちゃっていました。この部屋にもバネがあるので、本当はそれを使っていくべきのようです。ここまで来てようやく中間ポイント、本当に嬉しかったです。でも、そこはモフさんのコースでした。この先も難関の連続で、8時間を迎えた頃、ついに一度諦めてしまいました。そしていよいよ、その栄光の時がやってきました。ここのバネでゴム兵を跳ねながら登っていくの、左右で切り返しが必要なコースなんて初めて見たんだぜ。ここまで来ると、緊張で過呼吸気味になっていました。たかがゲームでって言わないでくれな。モフさんのコース、今までにもいくつかやってきたけど、ここが最難関でした。今までの最難関、朝川さんのリミックスコースの倍時間がかかってしまいました。いつもなら私たちがボケたりするんだけど、さすがにもうそんなこと考える体力がうぷ主にはないみたいです。そして次回アップ予定は水曜日ですが、ちょっと仕事の関係で上げられるか怪しいです。本当は今日取りダメする予定だったんだけどな。モフさん、いいコースありがとうございました。